おはようございます。今年最後の FDJ の会場は東京から車で約8時間の岡山県です。早速 Day 1は練習走行&FDJ2 ベスト16予選日です。危ない危ない、電波のどういう影響ですか？いや、なんかこう走ってしかも結構そのスロットルを思いっきり入れた時にスロットル？スピード？前に倒す？ちょっとやばいんですよ。ここをまたぐ時に電波が干渉してます。その無線の種類によっては干渉してる気がして、車によってもあるって感じですね。めっちゃ怖い。ここで飛ばします。予選は間に合わないから、ここで電波問題あるけど FDJ2 予選開始です。ここから撮影に集中です。ここ国際サーキットは距離も長くカーブもなかなか難しいコース。大好きなマッドマイクの基地です。各チームの基地さまざまなデザイン、2023年最後の FDJ なのでかっこいい車体映像をお届けいたします。迫力ある場所からお届け。かっこいいですね。実際に会場に来て見てほしいです。果たして有名なあの海外選手がまたもや勝つのか、それとも日本の選手か。総合結果も今回発表されるので楽しみですね。はい、何があったんですか？コギーさんとのバンペラの戦いです。あ、まずいですね、これは。別にまずいわけではない。チビサーキットの時に接戦をした。いるじゃん。さっきから撮ろうとしたっけ、いなかったんですよ。何回か撮ったよ。あ、本当ですか？いや、マットマイク。金髪にしてもうちょっと色白くしたらちょっと似てんじゃない？寄せてけば先に謝罪をごめんなさい。こちらの走りの映像が撮れておらず、この次の練習走行を FPV 映像でご覧ください。5番手の選手絶好調の走りですね。練習走行時から車体トラブルはもちろんつきもの。次に調整、修理、その速さもチームそれぞれの力。一瞬でガシャンありますからね。儚さもあるドリフト。なんて物思いにふけてる間にこちらがやらかしていました。これ自分のだ。で、じいちゃんの借りた上に本番前に落としただなんて。かわいそう。性格悪い。本番、中継もしていくための準備。下の方に移動したのですが、車両と近くに爆音です。電波問題大丈夫かな。FDJ2 消防のやと始まりました。不思議な絵ですね。観客さんも ここで勝った人は FDJ 出場。ファイトです。さあ、中継開始と思いきや
配信用の中継映像が映らない。始まってますよ。ヒヤヒヤ。刻々と時間だけが過ぎていく。ここの定位置でなんとかつながった様子。さあ FDJ2 優勝者は桜井サイドレーシングリューマ選手、おめでとうございます。リューマ選手の走りがこちら。世界ラリー選手の勝田選手によるデモランが行われ、拍手喝采。細かく激しい動きと煙の中、 FDJ も頑張ってます。予測不能の動き、撮影しがいがありますね。あれやばい、あれがやばい。ちょっとしますか。撮影する同士気をつけなければ7枚でも勝ち。そういう時は上に上げる。ちょっとでもないですか。うな、わーわー。 FDJ 単走トーナメント中、続々と走行不能になって車が運ばれてくるようです。手間なく皆様走り遂げてください。こちら単走優勝の車の走りです。カンタ選手、エフビエジャで迫ってみましょう。今回なんとロバンペラ選手ではなくカンタ選手、予想を覆しての単走優勝、この後も注目です。3日続けて曇り、この後天気崩れないといっても、本日迫力ある追走、今年最後の走り、映像的にも取り返しがない。大接戦です。最初なんか揺れてますよって、もうちょっと滑らかにした方がいいんじゃないですかって言ったら、分かった、じゃあ滑らか芸人先にだったじゃん。何芸人って意味が分かんない。なんか滑らか芸人って言いますか。滑らか芸人っていうのはカメラワーク滑らかの芸人さんです。芸人なんだ。さんがカメラ回す、でトークみたいなことですよね。フォローしてあげたのに、その話広がると思ってるじゃないか。やばいなんせんしょうもない会話はさておき、気を引き締めてレッツゴー。ロバンペラ選手、順調な走りですね。煙もくもくすごい。ちなみにここ何のか、数々の車が意識となるなのか。これがレクサス、これがもう廃車、ほぼ廃車です。うわレクサス後ろがない、切ない。新型だもんね。新型ってこの形かな。新しいレクサスの赤いランダム。会場内ではこのような様子もあるんです。あ、FMX の大地さんかな、彼も試乗していましたね。こちら本物の大砲、乗ることができました。めっちゃ前に上がって、数分前にいた大地さん、あんなところにアクロバティックなショーなどのブースも盛りだくさん。こちらは私、一押しキッズたちと選手の触れ合い&写真撮影の様子。上には審査員の方々、やっほー。いよいよ最終決戦、国歌斉唱です。午後にかけて雨が降ってきてしまいました。コンディション悪いが、それでも結果出すのみ。ドローンチームは残念ながら飛行は断念。いつでも飛行できるように
さんが優勝したからね。戦です。なんかすごい。ロバスペラじゃん。デビスの借りを返してくれた。さあ、カンタ選手が前のロバンペラ選手後ろです。でここでしょ、この後ね、うわー、危ない。だけどスピード出すぎたって、ここギリギリ、うわー、だけどさあ次でラスト、ロバンペラ選手が前でカンタ選手後ろです。カンタ君が乗ってるのは15年前。15年どれぐらいだろうね。結構経ってる。結果発表だったのですが、会社の調子がおかしくなってしまったようです。カンタの話を見たのを聞いたりまして。チェイサーに負けたよって思ってるかな。ミノワ君って今いくつだっけ？16になった？ねえ、何歳から止まってるの？そうだよ、だってカンタ君20歳ぐらい。違うよ、ミノワ君そんなん16になったでしょ？15歳とかだよ、15歳。え、じゃああの時13歳、だって J2 が小6だったから。いや、14歳、15歳。ロバンペラもめっちゃ若いですね。19だね。19か。ん？ 21 だっけ？19ぐらいだ。多分10代だって気がします。恐ろしい。カンタ選手おめでとうございます。女性前にはカンタ69系のフィジタルトレーニング、キャプテンのマッセラ選手をいや、この難しいコンディションの中、そして強豪を相手に見事岡山を制しました。今の気持ちをお願いします。はい、本当に今を見ると、今までで一番気合い入った試合でした。100点3秒決めれるとは思ってなかったので本当に嬉しいです。For your second place podium here, I know you wanted to go into the world and get that right. I just found this guy, Hanzo, and he's got to do one month in school today. And I'm going to go to the next one. And I'm going to go to the next one. So, this is my time. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. そうですね、本当にカンタ選手、まあ、入院よりもっといい試合をしてて、この自分もさらにもっと叶うように試合してからできないなと思いました。で、カンタ選手からおめでとうございます。ありがとうございます。一人で。お疲れ様でした。お
はようございます。2時半で、はい、ちょっとお疲れモードですけれども。7時半に寝て、7時間で帰ってきました。また有名な海外選手が来てたんですけども、負けましたね。うん、カンタ君っていう子が、はい、選手が優勝して、で年間のシリーズチャンピオンにも返り咲きという感じですごいいい結果で終わりましたんで、はい、まあ、ちょっとまたぜひフォーミュラドルフトの方を見てください。はい、今年はどんなあれでした？まあ、去年と違って時代が参戦してちょっと楽になったかと思いきや意外となんか数も増えたし、まあ、結構なかなか大変だったんですけど、やっぱまあ好きなことなんですごい面白かったです。僕は今年が初めてだったんですけど、これちっちゃ、すごい楽しかったです。と取るのが憧れだったのを、もう嫌というほど取りまくれて、はい、嫌というほどで、はい、いやでもそれでもずっと取りたいですね。あ、本当ですか？来年もまた取りたいです。まあ、来年は今いる、まあ、フォーミュラーを目指してる子たちにちょっと育成を兼ねて、まあ、飛ばせるようになってもらおうかなと思ってます。へえ、そうなんですか。はい、で僕はもうちょっとそろそろちっちゃい期待はいいんじゃないかなっていう、来年はデカフェのためだと、おーちょっとシネマにおなりつつ、と他のパイロットも僕以上に飛ばせる人がしたらいいなって思いますね。来年また4月ぐらいからですかね。今まで予定出てないですけど、4月ぐらいからスタートなんで、新しい人たちを加えてってことですか？そうですね、まあ、できればその形で一発目から進めたらいいなと思ってます。はい、では引き続きまた来年もよろしくお願いします。お願いします。はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。2023年、たくさんの出会いや出来事に携われて感謝です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。